はい。ということでですね。まあ、まず見どころシーン一つ目なんですけども、こちらということでね。まあ、今回のスタートはですね、なんと上限の鬼のパワハラ会議からだよということで、いや、めちゃめちゃ豪華だね。遊楽編の第一話より全然違うですね。いや、これが一番最初っていうのがやばいっすね <laughs>。いや、ま、前回ね、見どころシーンについてはいろいろお話ししたんで、まあ、省略するんですけどもえ、上限の鬼のパワハラ会議はね、マジで楽しみなんでね。いや、ほんとここはね、見たいですね。早く見たい。もう早く見たい。 早く見たいですねまあてな感じですねまあ、パワハラ会議ほんと楽しみですで続いての見どころシーンなんですけどもこちらということでねえなんとですね炭治郎の夢の中で次国頼一さんとねまあ、住吉さんが会話をしてますよということでまあ結構鬼滅の刃の真相に近づいてきた感ありますけどもえ今回ですね初次国頼一さんっていうねまあ顔がちゃんと出てくるシーンがあるよということでねまあこんな感じなんですけどねいやーちょっとこれはね嬉しいですね僕はや とね、より一の顔を見れるんだなということでね、いやー今までね、より一さんっていうのは登場してはいたんですけども、まあこんな感じでね、ドアップで顔が映されることはあんまなかったんで、まあ今回ですね、ちゃんと顔が映されますよということでね、しかもちゃんと会話もしますよということで、いや須美吉さんっていうのもね、初登場ではあるんですけども、それよりもですね、えー、より一さんっていうのがすごく嬉しいですね。でまあ井上和彦さんのアフレコっていうのもしっかり聞けるんじゃないかなとそういう風に思っておりますんでね、いやーちょっとこの辺はね。 嬉しいというか。ま、あこの後ね、確かね、これ伏線にはなってるんですけども、まあ、皆さんね、ほんと楽しみですよね、このシーンね。うーん、なんかね、ちょっとね、いいっすよね。<laughs> 鬼滅の真相に近づいてきた感ありますよね。うーん。で、もってですね、続いての見どころシーンなんですけども、こちらということでね。なんとですね、カナオがね、炭治郎の目覚めを喜びますよということで、いや、めちゃめちゃ萌えシーンですよ。いや、カナオめちゃめちゃ可愛いシーンですよ、ここ。うーん。いや、これはたまらんっすね。うん単価ななファンにには本当にたまらないシーン となってまして、もう本当に炭治郎とカナヲのねまあ、愛情というか、まあ、もうこの2人のリア充感っていうのが初めてね。出てくるシーンというかね。まあ、原点みたいなもんすよね。でカナオっていうのがね。2ヶ月間、確か炭治郎が眠っていたんですけども、もまあ、その世話をしてるということでね。まあ、そういったシーンとなってまして。いやあちょっとカナヲな,おなーめちゃめちゃ可愛いんだよなー。なま、あもうこのシーンに関してはね。本当に数少ないね。カナヲと炭治郎の絡みなんで、いや本当僕は嬉しいですね。 うん。いや、マジで嬉しい。<laughs> で、まあ、僕ね、単価なめちゃめちゃ好きなんで、このシーンっていうのは本当に楽しみですね。うーん。マジで好き。まあ、そんなシーンとなっております。で、続いての見どころシーンなんですけども、こちらということで、え、なんとですね、イノスケを心配する葵ちゃんだよということで、イノスケっていうのはね、遊学園で毒を食らってたと思うんですけども、まあ、その毒がね、解消したと思ったんですけども、結構危なかったみたいでね、まあ、あの、その時に泣いてる葵ちゃんだったんですけども、いや、葵ちゃんもちょっとね、うーん、来てますね、ここね。イノスケと葵のカップル。 いやこの二人もここに伏線があったんだね、ということでね。いや、何気にちょっと動いてますよね。いや、原作だとね、意外と細かくて気づかない描写なんですけども、まあ、アニメ化するとだいぶ表に出るというか、まあ、この二人の伏線っていうのがよく見えてくるんじゃないかなと思ってるんでね。まあ、その辺ほんと楽しみですね。で、まあ、明らかにこのシーン見てわかる通りね、まあ、イノスケのこと好きですよね。うん。他のさ、炭治郎とかに関しては、まあ、こういう風な悲しみ方して しないと思うんですけど猪助の時だけこれ明らかに泣きすぎてるよね <laughs> これ泣きすぎてるよね。うん。まあ、そんなですね、イノスケを心配する、葵ちゃんでした。で、ついての見どころシーンなんですけども、こんな感じということで、はい、イノスケはですね、天井に登っていますよ、ということなんですけども、いやー、さっきまで心配されていたのに、何をやってるんだ、イノスケということなんですけどもね、いやー、いつものイノスケでよかったっすね、って感じなんですけども、なんでここがね、見どころシーンなのか、っていうことなんですけども、えー、それはですね、結構静かにお笑いが展開されているっていうのがね、僕は結構面白いかなと思います。 してあの炭治郎とかもね本当に、ね、疲れてますから突っ込むのがねほんと静かなんですよねまあ、そういったところで結構ボケが渋滞してるというかなんかね静かにお笑いが展開されているっていうところはねいいかなと思いましたね伊之助もなんかうるさくない感じでねボケてるというかうんただ張り付いてるだけっていう感じなんですけどねうんそれが面白いんですよねうんっていうことでねなんかあんまり鬼滅の刃の逆シーンではないようなねお笑いということで入れさせていただきましたいやーちょっとねここは見どころですね <laughs> まあ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 、うん、見どころですね、となってます。で、ついての見どころシーンなんですけども、こちらということでね、鋼塚さんからね、手紙が来るんですけども、炭治郎がですね、刀をまたボロボロにして、まあ、鋼塚さんに依頼しましたよ、ということで、<laughs> 今度はやってくれないみたいですね。さすがにね、短期間でね、刀を何度も何度もぶっ壊してますから、もうさすがに鋼塚さんもね、イライラしてね、うん、お前にはやらねえということでね、まあ呪いのような手紙がね、送られてきてますけども、うん、<laughs> まあそんな感じ 感じでね刀鍛冶の里にねまあ、直接自家談判しに行くね炭治郎ということで物語はここから始まりますねはいでついての見どころシーンなんですけどもこんな感じということでえなんとですね観路寺光さんのお風呂シーンがありますよということでえ最近ちょっと話題になってるね入浴シーンとなっておりますいやーちょっとさーこれさーめちゃくちゃいいじゃないですかー,うーんもう男性陣は大興奮のほんとシーンとなってましてーいやーちょっとマジでね観路寺光さんのお風呂シーン これに関してはもう譲れないっすね。マジで楽しみ。うん、もう、か路寺光さんのさ、唯一のちょっとさ、見どころシーンというかさ、か路寺光さんでしかちょっとできないような特有のね、見どころシーンとなってまして、古町忍さんがこういう風にお風呂入ってたら、さすがにやばいなってなるんですけども、か路寺光さんだからこそいいというか、すごくね、か路寺さんらしいシーンとなってるんですよね。まあだからね、本当にこのシーンはね、めちゃめちゃ楽しみですね。うん、皆さんも楽しみなんじゃないかな。 うん。ま、どれぐらいね、攻めてくれるかっていうところもね、含めて楽しみとなっております。で、続いての見どころシーンなんですけども、こんな感じということで、えなんとですね、かん寺光さんの、え、そんなですね、オッパーがですね、え、こぼれてしまいますよということで、いや、このシーンもですね、大興奮ですね。うん。<laughs> いや、もうほんとにさー、むふふこれに関してはね、もうねずこちゃんも興奮してしまいますね。うん。いや、もうなんなのほんとに。炭治郎も興奮してたよ、このシーン。<laughs> さすがにあのね、真摯な炭治郎でさえ大興奮してるね、シーンだったんで、かん寺さん、父がこぼれてしまいますよ、と <laughs>。<laughs> いうことでねいやマジでねこのシーンに関してはね僕がね一番楽しみにしてるシーンなんでもうさっさとも大茶みたいですね、うん、刀鍛冶の里編ねもうさっさと公開してほしいと、うん、ここはちょっともうやばいかもしんない、うん、<laughs> 同時視聴してる時やばいかもしれないわめちゃめちゃガンみしちゃうかもしれないですね、うん、<laughs> もうそれぐらいね観路寺光さんのねほんともうエチエチなシーンでねもうたまらないっすね、うん、で続いての見どころシーンなんですけどもこんな感じということで ね、まあ、なんとですね炭治郎と品塚和実がですねまあ久しぶりに出くわしますよということでいや皆さん覚えてますか、うん、誰かわかる <laughs> え誰 <laughs> え誰ですかえ誰誰誰誰え原、ー、野って誰って感じなんですけどいやそうですよもうアニメ第一期以来の登場ですよということでいやもう隠しの後藤さんよりも登場してないキャラクターだからねいやもうめちゃめちゃ久しぶりの登場だねいやもう本当にさ誰ですかって感じになるぐらいさ登場してなかったか からマジで嬉しいんだよねいや一応皆さんこの人同期ですからね炭治郎と同期だからねうん。なんでそんな出てこなかったんだって感じなんですけどもまあ刀鍛冶の里編でねま幻、あ、夜に関しては結構深くね掘り下げられるということでまあ、その辺も見どころなんですけども第一話はですねまあ、炭治郎と喧嘩しますよということでまあ、後々のちょっと伏線に繋がってくるというかま幻、あ、夜の性格っていう部分にねつながってくるところなんでねまあ、この辺は楽しみとなっておりますでですね続いての見どころシーンなんです ですけどもこんな感じということでえなんとですねこれおかしくないですか、うん、よく見てくださいねずこがお風呂に入ってます。<laughs> ええ、ねずこ、のぺーとしてますけど、えー <laughs> いや、ねずこもお風呂に入るんかい、お前は鬼じゃないんかい、と <laughs>。鬼もお風呂入るのかな <laughs> よくわかんないんですけども、なんかねずこがお風呂に入ってるシーンがあるんだよね。で、これ細かいシーンなんで、アニメ化されるかどうかわかんないんですけども、まあアニメ化してくれたらな、嬉しいなと僕は思ってますね。ちょっと可愛いけど、なんかおかしいなというか、違和感を感じたね、そんなシーンとなっております。はい <laughs>。 <laughs> いや、なんかすごく違和感を感じる。うん <laughs>。いや、まあ、可愛いシーンとなってるからね。まあ、そこはいいんですけど、ちょっと違和感を感じたね。そんなシーンとなってます。はい <laughs>。で、続いての見どころシーンなんですけども、こんな感じということで、え、こちらのシーンはですね、炭治郎と菅路地光さんの会話のシーンとなっておりまして、まあ、菅路地光さんがね、食べてるご飯の量っていうところに結構注目しがちで、まあ、そこが見どころシーンなのかなと思いきや、違うんですよ。うん、菅路地光さんとの会話のシーンと 会話がねめちゃめちゃいいよってなってましてねうん本当に観路寺光さんがね可愛くてねもうね一生会話してたいというねぐらいもうマジで最高のね会話シーンとなっておりましてねいやーこのシーンをですね花澤香菜さんのアフレコでやってくれると考えるとね僕はもう興奮が止まらないというかもう観路寺光さんにね推しが変わってしまうんじゃないかとそれぐらいほんと魅力的なシーンとなっておりましてねなんかね会話してるだけなのにめちゃめちゃいいんだよねうーんなんでこんな観路寺さんはね 魅力を感じるんだろうねまあそんなですね魅力的な会話シーンとなっておりますはいでもってですね第1話最後の見どころシーンなんですけどもこんな感じということではいえ路ん光さんにですね耳打ちされる炭治郎ということでいやこれさ羨ましいっておい炭治郎いやちょっと羨ましすぎるわあーなんで えー、なんでですかうん。僕たちなんでですかうん。かん寺じつさんにさ、僕たちが耳打ちされる人生になりたかったよねうん。なんでですか炭治郎。うん。お前は裏切ったのかああ炭治郎お前はそっちの世界に行っちまったんかいや、もう本当にさ、最高のシーンだよね。うん。主人公視点でね、このシーンを見れるっていうのは本当に最高でね。もう、花沢香菜さんの耳打ちですからね。いや、これはね、ちょっと、小野賢章さんしか味わえないね。もう、シーンとなってますんで。 いや、もう本当に <laughs>、ありがとうございます <laughs>。ありがとうございます。いや、そしてね、もうこのさ、キャラクターデザインがめちゃめちゃ可愛いよね。か路寺光さんさ、もうさ、原作からこのキャラクターデザインってことは、アニメもっとやばいよね。いや、これに関してはちょっとマジで推し変わっちゃうかもしんないわ。うーん、古町忍さんバイバイって感じだね。うーん。いや、もうさ、このシーンを見た人全員がさ、か路寺光さんを好きになってしまう、それぐらいのね、もうほんと魅力的なシーンとな っておりますねいやー、ちょっと楽しみだわ、マジで。うん。まあ、ということでね、まあ、第一話の見どころシーンはこんな感じなんですけども、いや、意外と見どころシーンありましたね。刀鍛冶の里園ってさ、割と見どころシーンないんじゃないかなと思ってたんですけども、思ったよりね、ありまして、いや、これ意外と遊郭編よりも見どころシーンあるんじゃないかなって僕は思ってるんですよね。 はい、ってことですね。まあ、まず最初の見どころシーンなんですけども、こちらということで、え、なんとですね、霞柱、時藤無一郎くんがですね、まあ、初登場しますよということで、いやー、ちょっとね、時藤無一郎くんの登場ですか。いやー、ちょっと、ね、嬉しいっちゃ嬉しいんですけど、初登場シーンね、めちゃめちゃ印象悪いんですよね。だからその辺がね、ちょっと不安というか、まあ、初アニメ勢とかは結構あの、印象悪くて、無一郎くん嫌いになる人もいるんじゃないかなと思ってるんですよね。うん、まあ、無一郎くんっていうのは、 結構性格良さそうだとねま思われがちなんですけどまあ最初の方はですね結構性格悪いようなねまあ雰囲気というかま第一印象に関してはめちゃめちゃ悪いんでまその辺はね僕もね原作読んでた時えってなったんですよね柱ってやっぱり印象が結構やっぱ最初悪いんでまあその辺どうなるかなって感じなんですけどもま後半に行けばですねまぁムイチロ君の良さっていうのもねしっかり描かれてくるんでま第2話に関してはねま結構印象が悪いんですけどもまぁその後の点 展開を考えるとねまあ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 っていう感じでねまあ他の柱と変わらないようなねまあ、第一印象なんじゃないかなと思っておりますということでねまあちょっとそんな感じで時と無一郎くんが登場しますよということでしたで続いての見どころシーンなんですけどもこちらということでえなんとですね無一郎くんとね刀鍛冶がそんな感じでまぁ、あ、喧嘩をしてるんですよねまあ、第一印象悪いって言ってましたけどもここなんですよねまあ、喧嘩をし知るんですけどもまあそれをね止める炭治郎ということで、まあ、炭治郎はねそういったねあの喧嘩だったりとか ま人がね、ごちゃごちゃしてるのね、大嫌いなんで、あーまあ、そういったね、性格の良さっていうのが出てくるシーンなんですけども、いや、ここのね、まあ、見どころというかね、うーん、まあ、ちょっと、 と嫌ではあるんだけども、あの、無一郎くんがね、なかなか嫌味を言うというか、口が悪いんですよね。うん、そこに注目していただきたいなというか、まあ、無一郎くんのちょっとしたね、なんかあの、すごく嫌な感じでね、物を言ってくる雰囲気とか、あの、柱特有の嫌味みたいなのを、ちょっと言ってくるシーンがあるんですけど、ま、あそこがちょっとね、あの、なんというか、いいというか <laughs>、ま、悪いんですけど、ま、あちょっと鬼滅のなんかね、あの、ぐちゃぐちゃした感じというか、ドロドロの感じが 出てきますよということでまあ、そこは見どころですねでまあ止める炭治郎もね結構かっこいいというかまあスカッとするというかまあ、視聴者が思っていることをそのまま言ってくれるんでまあ、そこもね結構面白いかなと思ってますはいまあなんでまあそんな感じですねででですね続いての見どころシーンなんですけどもこちらということでえなんとですね刀鍛冶コテ君との出会いということで、まあ、炭治郎がねコテ君と出会うわけなんですけどもいやーちょっとね忘れてましたよ刀鍛冶読み返してみてね思い出した

が変わるようなねキャラクターなのでまあその辺がねどんな感じでアニメでねやってくれるかっていうところが楽しみですねでまあ炭治郎との出会いまあコテツ君結構ね可愛いというか面白いんでね <laughs> まあなんか結構炭治郎とね馬が合うようなねキャラクターだよということでまあ楽しみですねまあそして重要な人物だしね、うん、第2話ね、うん、楽しみですで続いての見どころシーンなんですけどもこちらということで、えー、なんとですねまあにより一の動きを模倣したいですねまあより一ゼロ 式というですねまあ、ロボットが登場しますよということでまぁ、あ、これがですねこてつんが作ったですねまぁ、あ、戦闘用からくり人形ということでまぁ、あ、これをめぐってねまぁ、あ、時と無一郎君と争っていたというまあ喧嘩をしていたんですけどもいやこれね結構 結構ね、どうなるか楽しみじゃないうん、アニメでね、まあ、動き方がね、特に注目かなと思ってまして、ま、より一って、ま、あ人間を外れたような動きをするって言ってて、で、まあ、手が6本あるという風なロボットなんですけども、いやー、それがですね、まあ、どんな動きで見せてくれるのかっていうところですよね。まあ、原作だと、やっぱり動きがないから、まあ、どんな風に伝えるかって、 っていうのがアニメでね。まあ新たに加わりますよね。ということでね。まあ、そこがね、うまくこう。人間を外れた動きっていうところがね。表現できるかできないかっていうところがまあ、ufo テーブルさんのちょっと力というか、あの技量になってきますよ。ということでね。いやその辺が楽しみですね、うん。どういった表現をできるのかっていうところだよね。まあ、原作だとやっぱりね。動きがないからね。まあ、その辺本当にアニメでね。どういった？ロボットの動き方をしてくれるのかっていうところが。 僕は楽しみだしそしてねまあ結構このなんかねやっぱり人間味がないっすよねロボットなんでちょっとね人間味がない顔の表現というかまぁ、あ、ちょっと冷たいね顔をしているということなんですけどもその辺もなんか好きですねうん。まあだからアニメーションっていうところかなうん。まあその辺が楽しみですねうん。で続いての見どころシーンなんですけどもこんな感じということでなんとですねまぁ、あ、時と無一郎くんのですねまぁ、あ、カラスが登場しますよということなんですけどもいやこのか カラスですね。なかなかね。癖が強いというかまあ、女子なのかな。うんまあ、性別で言うとまあ、メスだと思うんですけど、いやあなかなかね。喋ってることがねすごくね。人を見下してるよということで、まあ、めちゃめちゃ癖の強いカラスが登場しますよ。ということで、その辺がね。まあ、楽しみですね。うんまあ、声優さんが楽しみっていうのもあるんですけどね。うん、<laughs> セリフがめちゃめちゃ面白いんですよね。あの子は天才なのよ。あんたとは違って次元？が 違うのよと <laughs> まあこんんななな感じじで喋っってくれれるんじゃないかなうーんでそれにちょっとカラスっぽい雰囲気もね混ざるってなるとねまあカラスっていうのはね、ちょっと喋り方がおかしいからね。まあその辺がね、どんな感じのね、まあアフレコになるのかなっていうところがすごく楽しみだなと思ってますね。他のカラスとはちょっとね、また違ったようなね、感じなんで、まあ初登場カラスというか、まあ初のね、こんな種類だよということでね。まあまつ毛も長いんで、メスだと思うんですけど、いや、楽しみです、ね ね、うん、まあ今までね出てきてたカラスっていうのは全部オスだったからねうん、まあメスっていうのが初登場でその辺が楽しみとなっておりますで続いての見どころシーンなんですけどもこちらということでいやこれですねちょっとねアニメで描かれるかわかんないんですけどまあ観路寺光さんのね大福の秘密ということでまあなんでね観路寺光さんだけ胸元がね空いてるのかっていうねまあそういったね裏エピソード的なのがね、まあ、漫画だと細かく描かれてるんですけどもこれがですね ねあの本編ではないよということでまあ、描かれるかわかんないんだけどでも予告あたりで描かれそうだなと思っててまあ第2話の予告あたりで描かれそうだなと思ってるんですけどいやこれすごく楽しみですねいやなんでそんな楽しみかっていうとねここね校長忍さんが出てくるんですよねいやそうなんですよ校長しのぶさんが出てきてねそれがめちゃめちゃ面白いというかましのぶさんもね同じような感じでね体服胸元が空いた体服をね切ろうと言われていたみたいなんですけども、まあそれ これをね忍さんは燃やしたよということみたいいでねいや、その裏エピソードっていうのがね、めちゃめちゃ面白いし、かん寺さんとね、古町さんのね、会話っていうのがね、あんまないというか、ここぐらいなんですよね。だからほんと珍しいなと思って。 で、まあ、入れさせていただいたというか、まあ、すごく見どころだなと思ってますね。はい。いや、だから本当楽しみですね。うん。まあ、校長忍さんね、僕ほんと推しなんで、ほんと登場してくれるだけでね、嬉しいなということでね、かん寺さんも登場してくれる嬉しいんですけど、いや、刀鍛冶でね、出てくれるの本当嬉しいなと思ってますね。はい。まあ、だからね、ここはね、本編というよりか予告なのかなと思ってますね。で、続いての見どころシーンなんですけども、こちらということでね、いや、これもね、ちょっとね、本編、 で描かかかかれるかどうかはわらないんですけどいや、ただですね、原作では描かれてますよということで、いや、これもですね、僕は描いてほしいかなと思ってるんですけど、具体的にどんなシーンかというとですね、まあ、あの、前回品津川玄也がね、まあ、関路寺さんのことを無視していたというか、まあ、そういったね、エピソードがあったんですけど、まあ、それのね、本当の答えだよということでね、まあ、実はですね、玄也っていうのはね、あの、本当に対面というか、人と喋ることが本当に苦手ですね、 うん。まあ、それでですね、実は頭が真っ白になってしまっていて、まあ、硬直していましたよということでね、ま、あんろじさんが可愛すぎてね、一言も喋れなかった玄野ということなんですけども、いや、可愛いですね。へ <laughs> へ野が可愛い <laughs>。そしてね、このシーンはめちゃめちゃちょっと見たいんだよなーっていうね、うー原野の本当の性格というかね、人見知りなんですけどね、まあ、そういった性格っていうのがね、本当見れるシーンとなってるし、まあ、ここのシーンを原作でね、 ね描いてくれることによってねまあゲンのキャラクターとしての人気っていうのが出てくれるんじゃないかなと思ってまして僕は本当描いて欲しいかなと思ってますねカンノジさんも可愛いしねうカンノジさんの登場回が増えるってだけで嬉しいからねまあ、それもちょっと本当に見どころというかまあ、本編で描いて欲しいなと思ってるんですけどどうなんだろうねまあ何せねこれちょっとね原作の本編ではないからねまあページの隅に書いているちょっとしたことなんでねまあその辺がアニメでやってくれるか どうかわからないんですけど、まあそれちょっとやってくれたら嬉しいなと本当に思ってるシーンとなってますね。まあ一応ね、原作の102話だったかな、まあそのページの最後に書いてますね。うん、まあてなわけですね、鬼滅のば刀鍛冶の里編、まあ第2話のね、まあ、見どころシーンはこんな感じとなりました。 はい、ということですね。まあ、まず最初の見どころシーンなんですけども、こちらということで、え、なんとですね、小手津くんと地獄の特訓がね、スタートしますよということで、まあ、前回ですね、より一ゼロ式というですね、まあ、ロボットが出てきたんですけども、それを使いながら特訓をしますよとなっておりますね。で、まあ、炭治郎が特訓をするんですけども、まあ、こういった特訓っていうのはほんと久しぶりでね、まあ、立志編以来というか、ま、あまりさ、特訓のシーン出てこないからさ、ほんと久しぶりなんですけども、あの、どこが見どころなのってことなんですけども、まあそれは ですね。より10式というロボットを使いながら特訓をするので、まあその戦闘シーンというかアニメのね。特訓のアニメーションというところがね。まあ、今回注目かなと思っております。まあ、だから前回も言ったんですけども、よりゼロ式っていうのはまあ、次行くにより位のね。まあ、動きを模倣したロボットなので、まあ、それなりに結構すごい動き方を、ね、すると思うんですけどもまあ、それはね。原作ではやっぱり見れてこない部分なんでまあ、アニメーションでどういった動き方するのかっていうところがね。まあ、今回注目かなと思ってますね。はい。 ま、そんなわけで特訓がスタートしますよとなっております。で、続いての見どころシーンなんですけども、こちらということで、えなんとですね、特訓が地獄すぎる結果、炭治郎はですね、三寸の川を渡りそうになりますよということで、え炭治郎のこの川を見てくださいよ。<laughs> 炭治郎、めちゃめちゃ辛そうって感じなんですけども、これね、一見まあギャグっぽいシーンなんですけども、実際ですね、特訓の内容っていうのがものすごくハードでしてね、もうあの、飯とかご飯とか、もう睡眠とかもう一切取らずに、 まあ、ほぼ1週間ですねその状態で特訓をされ続けますよということでもう本当に普通の人間だったら死んじゃいそうなんですけども炭治郎はですねなんとか三寸の顔を渡りそうになった時にはいあの <laughs> 自分をやっとね見つけますよということでまあ、そういったシーンとなってるんですけども本当に特訓がハードだからこそ笑えるっていうシーンになってますねまあ、ここをね原作ではこういった顔芸を見せてくれてるのでまあ、アニメでどれぐらい再現度があるかっていうところがね、まあ、見どころかなと思ってます、ね はい。で、まあ、続いての見どころシーンなんですけども、こちらということでえ、なんとですね、そんな炭治郎がですね、覚醒をしてですね、まあ、先ほどのロボット、より一ゼロ式にね、まあ、傷をなんとつけますよということで、まあ、これは結構すごいことなんですけども、炭治郎がですね、はい、一週間もう死に物狂いでね、練習というか特訓をした結果、なんと炭治郎がね、覚醒して、次の段階、次のステップにね、行くことができますよということで、いや、良かったですねって感じなんですけども、いや、炭治郎もね、やっとね、だんだん強くなって、 きて本当嬉しいなって感じなんですけどもまあより一ゼロ式にね傷をつけるということでそれなりに結構動きというかアニメーションがすごくなりそうなシーンとなっててねまああの鳥肌というか特訓の成果みたいなところは見れるシーンなんでまあなんか気持ちよくこっち側も楽しめるそういったシーンになってるんじゃないかなと思ってますねはいなんでまあその辺が見どころとなってますでまあ続いての見どころシーンなんですけどもこちらということでえなんとですね先ほど攻撃したまよ、あ、り一ゼロ式からですねまあ、壊れてなんとなて その刀が出てきますよといったシーンとなっておりましていやなんですかねこれはねうん <laughs> この刀は何なんでしょうねということなんですけどもいやこの刀がですね実は結構重要でまあ後々刀火事だったりとかまあその後の展開にもそうですけどもまあ繋がってくる刀だよということでまあ皆さんここねちょっとあんま見どころというかまあ伏線としてねまあしっかり押さえてほしいのでまああの見逃さないというかまあしっかり見といてくださいよとまあいったシーンとなっておりますまあだから ほんと第3話このシーンはねしっかり抑えてほしいかなと思ってるねまあ、そういったシーンなんですけどもこの刀ねなんでしょうかね、うん、でまあ続いての見どころシーンなんですけどもこちらということでえなんとですね鋼塚さんが久しぶりに登場しますよとなっておりましてなんとですねそしてですねその刀を磨いてくれるらしいんですよねということでまあこの鋼塚さん見てください <laughs> 誰ですか <laughs> あんた誰 <laughs> あんた誰なのって感じなんですけどなんとね久しぶり ぶりにね鋼塚さんが来てくれたと思ったらですねまあその刀がですねボロボロだったのでまあ刀を磨いてくれるということみたいなんですけども強引にね磨こうとするんですよねちょっとよくわかんないんだけどねこの刀の秘密というかねいやこれどういうことなのかなよくわかんないんですけどもいやここのシーンね何が重要かってねこの鋼塚さんがこの刀を磨くっていう行動が実は重要ですしねいやこのねシーンもね一応伏線となっててまあこのシーンをねしっかり覚え おいてというかね鋼塚さんがこの刀を磨くっていうところがまあ、後々ねちょっと繋がってくるというか伏線というか重要なねものとなっているのでまあこの辺もちょっと見どころではないんですけどもしっかり押さえてほしいね、まあ、シーンとなっておりますねまあ、この辺は本当アニメで注目してほしいポイントとなっておりますで、続いての見どころシーンなんですけどもこちらということでねまあ、なんとですね炭治郎と品塚は原野の会話がありますよということなんですけどもいや嬉しいわ 原野ですかやっとなんかジャンプっぽい展開になってきましたねって感じなんですけども、あんまりさ、主人公とさ、会話するパートっていうのがあんまないから、まあその辺がちょっとジャンプらしくないなと思ってたんですけども、やっとですね、こういった頑固なキャラクターね、あの炭治郎とは全く性格が合わないようなキャラクターと、まあ、会話がありますよということで、まあここはね、非常に見どころとなっておりますね。でまあこの二人がね、性格が全然違うからこそ、なんか生まれてくるお笑いという ギャグというかまあ、そういった2人の会話っていうところにね面白いものがあるんでね本当注目して見ていただきたいなと思っておりますいやーちょっと楽しみですね僕もねほんと品塚は玄也とね炭治郎の会話ね好きなんでね本当ね楽しみにしておりますはいそんなわけでこの2人の会話シーンがありますでまあ続いての見どころシーンなんですけどもこちらということでえなんとですねついに玉子が登場しますよということでついに襲来かということなんですけどもいや思ったより早かったですね、うん、もっと後に来るかと 思ってたんですけども、意外に早かったよということで、もう第3話の終わりにはですねえ。登場しますよ。ということで、いや楽しみだわ。もう第4話から一気にね。戦闘が始まるんですけども、もいやこれはちょっと楽しみ。うん。ぎょっこね。まあ、上限の鬼のパワハラ会議では一応登場するんですけども、この刀鍛冶で登場するのは初なんでね。まあ、楽しみですね。いや、ちょっと嬉しいわ。ぎょっこね。はいまあ、そんな感じでもうね。早速戦闘というか、まあ、そういったのが始まってくる。のか って感じなんでねまぁ、あ、ちょっと楽しみなんですけどもハンテングもこんな感じで登場しますよということでまずいいやもうまずいいやもう始まってるわうん完全に敵がね襲来しておりますんでいやもうほんと第4話からね楽しみですねうんでまああの最後ねちょっと関係ないんですけどもこんな感じでまぁ、あ、見どころシーンというかまぁ、あ、これちょっとアニメ化してくれたら嬉しいなーって感じでねまぁミツリちゃんとお揃いの三つ編みにしてもらいまあご機嫌なネズコということでまぁ、あ、こういったですね後藤家 こはる先生のまあ、原作の落書きみたいなねがですすもれアニメ化して欲しててと個人的には思ってますもう,ほんとこういったシーンをね、なんかアイキャッチというかね、うん、アニメ化してくれたら本当嬉しいなと思ってるんですけども、どうなんでしょうかね、予告とかで。そう、予告とかでもアニメ化してくれたら本当嬉しいなぁと思ってるんで、まあ一応どんな感じになるかわかんないんですけども、アニメ化してくれたら本当嬉しいなぁと、まあそういったシーンとなっております。まあ原作持ってる方はですね、 度こういったシーンに注目して漫画をぜひぜひ読んでみてくださいということでですねまあ、今回のですねえ刀鍛冶の殺到編アニメ3話の見どころシーンはこんな感じとなりましたまあ、次回ですね第4話の見どころシーンも見ていきたいなと思うんですけどもいや話が一気に動きますよということでねいや次回はちょっと本当に見どころシーン多いかなと思ってますまあ、一応3話ねまあ、あんまり見どころシーンなかったんですけどもまあ、ための回だよということでまあ、伏線だったりとか本当注目してほしいポイントっていうのはね ま、ただあったので、まあ、再度ですね、原作見返してみてください。 さあ、ということで、4話最初の見どころシーンなんですけども、こちらということで、え、なんとですね、上弦の鬼、ハンテングがですね、いきなり現れますよということで、炭治郎無一郎がね、まあ、戦闘を開始するということなんですけども、いやー、ちょっとこの始まり方めちゃくちゃ好きだわ。うん、炭治郎とね、ま、無一郎くんが喋ってる時に急に、なんか、来たね、誰が来たねっていう感じで、ドア開けたらね、ハンテングがいきなりいるっていうね、いや、めちゃめちゃいい始まり方しますよね。こう こういうね、突然ね、なんか始まる感じ、マジで好きで。いや、もう本当にドキドキワクワク感というかね、う、えーん、こういうもう本当初見の方とかも、ほんとびっくりするんじゃないかなって感じなんですけども、鬼の気配とか一切なしに、あ、誰か来たのかなって思ったら、もういきなり戦闘が始まっちゃいますよと、いった、そういったね、スタートでして。いや、これちょっと嬉しいね、スタートだなと僕は思ってますね。いや、楽しみです。はい。で、続いての見どころシーンなんですけども、こちらということで、まあ、そんな感じで戦闘がね、始まるということなんですけど けどもまあ、霞のの呼吸死の方異竜斬りということれ見れんのマジで嬉しいな。うーん <laughs>、いや、エフェクトとかね、どんな感じになるかっていうのもそうですしね。いや、どういったね、霞の呼吸のなんか雰囲気というかね、うーん、アニメでやっぱ描かれて初めて、まあ、こういったね、呼吸というか、まあ、技っていうのはね、あの、完成されていくものなんでね。あの、うずい天元の時も音の呼吸ね、アニメでものすごくかっこよかった じゃないですかまあああいう感じですね霞の呼吸もめちゃめちゃかっこよくなるんじゃないかなと思ってるんで僕は非常に楽しみですねで時と無一郎くんの初技ということで見どころがね結構ね多いねシーンとなっておりますでまあ続いてなんですけどもこちらということでえ日の神神楽八火突ということでまあこちらおそらく初技なんじゃないかなと思ってるんですけども炭治郎がねまあいきなりもう日の神神楽放ちますよということでいやいいっすねいやもういきなりですね戦闘バチバチですねって感じ 感じなんですけどもいや、8日突ね多分初めてだと思うんでねまあこちらも結構楽しみなシーンとねえなっておりますねいやいいっすね本当に戦闘シーンかっこいいっすねこの辺本当アニメで見たいねえ、そういったシーンとなっておりますねはいで続いての見どころシーンなんですけどもこちらということでえ、なんとですね時と無一郎くんがですねえ、首を切るんですけども何ですかこれはということではい上限の鬼の戦い皆さん覚えてますよねそうです一筋縄にはいきませんよということでいや 何が正解なのかわからない上限の鬼との戦い。これがやっぱり面白いんですよね。いやーちょっとねー <laughs>。 <laughs> いきなり分裂ねえ、しておりましてね。何が起きたんだって感じなんですけども、そうなんですよね。まあ、この鬼の特徴はね、まあ、ちょっと今回解説はしないんですけども、まあ、皆さん原作読んでる方だったらね、まあ、ハンテングの特徴分かってるかなと思っております。ということで、まあ、こんな感じですね。はい、続いての見どころなんですけども、赤道とカラクが分裂して登場ということでね。いやー、かっこいい。<laughs> かっこいいですね。う、え、ん、ー。そしてですね、まあ、この二人の鬼ね、 初登場というううここことととでで声優ささんがどいいいいっっっったた感じにななるかってててのはね、まあ、ここで初めて解禁されまますすよといったシーンとなっておりますいや、おそらくなんだけど、僕の予想ではね、まあ、同じ声優さんにするんじゃないかなぁと思ってるんですけどね。いや、そこどうなのかなっていうところも気になりますよね。やっぱり、あの、性格は違うんですけども、中身というか分裂した鬼なので、元では一緒だよということで、まあ、同じ声優さんが別々のね、声で演じられたらめちゃめちゃ面白いなぁって僕 思ってましていや別々の声優さんよりも同じ声優さんが別の雰囲気で演じることによってまあ、元では一緒なんだよといったねまあ、そういった演出ができるまあ、感じとなってるんでまあ、同じ声優さんがねまあ、担当した方が僕は面白いんじゃないかなと思ってるんですけども場合によってはね別々の声優さんっていうこともありえますよということでまあ、この辺の声優さん事情なんかもねまあ、すごく楽しみなシーンとなっておりますでまあ赤戸とカラということなんですけども、えー、赤戸に関してはですねこちらの左の鬼とな ておりまして、ま灼上っていうのを使ってですね。ま主に雷で攻撃してくる鬼だよということで、まタイプなんかも全然違うんですけどもま逆に右の辛くっていう鬼はですね。ま、天狗の内ちを使ってですね。ま主に風で攻撃してくる鬼となっております。まこんな感じで種類によって全然違うね。ま攻撃のタイプがありますよといったね。ま、そんなところも楽しみというか見どころとなっておりますね。ま、こんな感じで赤戸と辛くがね。まついに分裂して登場ということで楽しみとなっております。で。 続いての見どころシーンなんですけどもこちらということでえなんとですね品塚は幻夜が登場ということで参戦するんですけどもいやかっこいいいやマジで幻夜かっこいいねいやそしてですね今まで鬼殺隊ではこんな雰囲気というかこんな戦い方してるやついなかったよねということでなんですかこれはと銃を持ってるんですけどもあり <laughs> <アリ> <laughs> それありなのって感じなんですけどいや銃を持ってますよこれなんですかって感じなんですけどねいやこの辺ねちょっと楽しみですね いやー、アニメでね、やっぱ原野の戦いがやっと描かれてくれるかってなるとね、本当に楽しみなんですけども、いやー、ちょっとね、初見の方はここびっくりするんじゃないでしょうかね。いや、銃使うのって感じでね、まあ、そんな感じで参戦してきますよ、となっております。まあ、後々ねえ、原野については次回あたりかな、多分深く描かれてくると思うので、まあその辺でまた解説したいなと思ってます。で、続いてなんですけども、こちらということで、え、なんとですね、老ギと哀絶がさらに分裂して登場ということで、 でなんとですね先ほど、まあ、ゲン野が登場しておりましたけども、えー、首をね、えー、切っちゃったことによってさらに分裂して登場しますよということで、えー、4人目まで登場しておりましたでですねこんな感じで老ウに関してはですね鳥のような鬼でですね主に声を使って攻撃してくる鬼となっておりますで逆に愛説に関しては主にですね槍を使って攻撃してくる鬼だよということで、まあ、こんな感じで本当に別々のね攻撃の仕方がありますよ ということで、まあ、性格なんかも違うんですけども、まあ、ハンテングっていうのはね、まあ、分裂すると面白い一面っていうのが見えてきますよ、と。そういった鬼とね、え、なっております。ってな感じですね。まあ、老ギと哀絶なんかも登場して、いや、より一層ね、戦闘っていうのが結構厳しくなってくるんですけども、いや、本当にね、ここ見どころとなってますんで。いや、第4話めちゃめちゃ話動くね。で、まあ、あ老ギと哀絶もね、どんな感じで声優さんが解禁されるかっていうところもね、含めて楽しみとなっております。 で、続いての見どころシーンなんですけども、こんな感じということで、えなんとですね、炭治郎の言葉に感化される無一郎くんだよということで、いや、これね、ちょっと、 嬉しいんですよマジで無一郎くんがやっとねはい記憶をちょっとずつ取り戻してきてますよということなんですけどもえ炭治郎の些細な言葉によってえ感化される無一郎だよということでえ人のためにすることは巡り巡って自分のためになりますよといったねまあ炭治郎のセリフがねは、まあ、無一郎くんの心を動かしますよということでえそしてですね小さな子供を助ける無一郎くんということでねいやここのシーンは本当にかっこいいマジでかっこいい最初ねえ小さい子供だから後回 しにしようとね考えていた無一郎くんなんですけどもこの言葉を思い出してね助けに行きますよということでねいやちょっとこれはねなんかね無一郎くんがねなんか成長してるというか、まあ、記憶を取り戻しつつあるって言ったねまあ、そういった展開の流れとなっておりましてねそこは本当に僕はねなんかね気持ちいいというかねなんか炭治郎が人に影響を与えているっていう感じがなんか本当主人公感あってめちゃめちゃいいなっていうのねほんで感じますねそういったシーンとなっておりまして僕は本当にここのシーンをね めちゃめちゃ待ってますねうんアニメで見たいねマジでアニメで見たいそういったシーンとなっておりますで、続いての見どころシーンなんですけどもこんな感じということでえなんとですね炭治郎 vs 老義ということなんですけどもここねちょっと今までにはなかった展開がありましてなんとですね炭治郎の決め台詞っていうのがねありますよということでちょっとね相手の老木がねえ調子に乗ってるとですね炭治郎がですねお前もなということでいやそのセリフ返しというか決め台詞 セリフがありますよということでねいや震えるがいいって言ったねえセリフに対してお前もなということでねいやこんな顔とセリフ今までにありましたか炭治郎から こんな言葉が出ることありました。今まで炭治郎って結構ね、弱気気味な戦い方をしていたというか、あんまり主人公ではないような戦い方をね、えしていたんですよね。まあ最終的には誰かに助けられたりとか、まあやっぱり自分一人では勝てなかったと。えそういったねえ、シーンっていうのが多かったように思えたんですけども、ここで初めて炭治郎が強気なセリフということで、いや、このね、ほんとこのシーンはね、マジでね、見たいっすね。で、こういったシーンがですね、 ジャンプらしさっていうのがね、ありまして、僕は本当にね、なんか好きですね。<laughs> いや、なんか主人公がやっとね、ほんとなんか強気に出てくれるっていう感じでね、僕は本当に嬉しいですね。うん。まあ、そんな感じで、このシーンはちょっとアニメでね、見たいっすね。うん。花江さんのね、アフレコを添えてということでね、楽しみです。で、続いての見どころシーンなんですけども、こんな感じということで、ン vs 愛説だよとといいいうこと、まあ、こここでででまちちちらももすすねめちゃめゃゃかっこいいシーンなんですけどもこれいい ですよね幻夜の決め台詞がありますよということでこちらも鳥肌となっておりますいやこれもねいいんですけどもてめえの相手は俺だろうがということでね愛説に向かってねうん強気に出るセリフとなっておりましてこちらもですね先ほどの炭治郎とこうするような感じのね、まあ、シーンということでねいや非常に僕はねなんかすごい <laughs> 盛り上がってきた感じが本当嬉しいですねまあ、こういったシーンがですね今までにはあまりなかったジャンプ感 っていうのがですね鬼滅の刃にさらに増してきて本当最高に嬉しいねシーンとなってますね主人公の成長だったりとかその周りの成長なんかをね感じるまあ、そういったシーンとなっておりましてねいやめちゃめちゃ楽しみですねいや最近ね僕ですね僕のヒーローアカデミアっていうね、まあ、アニメを見てましてねまあ、こういったね主人公が成長していく姿だったりとか主人公が成長して強気に出るっていう場面はですねいや僕非常に胸熱でねほんと感動したんでねまあ、こういったシーン ですね、鬼滅の刃のアニメで見れると考えるとね、まあ、非常に僕は本当に嬉しいなと思ってますねいや楽しみですわ ああ。はい。ということですね。まあ、刀鍛冶の里編第4話の見どころはこんな感じとなっております。いやー、一気にね、話が動きましたね。いや、戦闘シーンとかマジで楽しみだね。うーん、アニメーションでここ見れるって考えると、もうそれはそれで嬉しいし、で、それでいて、内容っていうのも非常になんかジャンプらしさがあって、スッキリするというか、なんか気持ちのいい戦闘だなーっていうことでね。なんか、今までやっぱ柱がいたから、それに頼っていたんだけども、 ムイチロウくんが全然違う方向に飛ばされちゃったことによってまあ、それぞれが自分の敵と戦うで主人公が今までにはない強気な動きでまあ、攻撃していったりまあ、強気なセリフだったりまあ、顔つきだったりねまあ、そういった部分があまり遊惑編だったりとか無限列車編では感じられなかったね部分となってるんでねまあ、刀鍛冶の里編見どころがないように見えてまあ、ありますよということでねまあ、やっぱり鬼滅の刃ね面白いですね はい、ということで、早速見ていきたいなと思うんですけども、まずはですね、こちらということで、まあ、前回上限の4ハンティングが登場しましたけども、まあ、そちらの解説をちょっとおさらいということでやっていきましょう。前回4つに分裂したハンティングですね、赤、ま、く、あ、うろぎ、哀絶ということなんですけども、まあまあ、こちらね、4体の鬼に分裂したよということなんですけども、まずは赤土ですね。赤土っていうのはですね、尺状っていうのを使ってですね、まあ、主に雷で攻撃してくる鬼だよということになっております。 で、カラクなんですけども、カラクはですね、まあ、天狗のような内輪を使ってですね、まあ、主に風で攻撃してくる鬼だよとなっておりました。で、ウロギなんですけども、ウロギはですね、鳥のような鬼でしてね、まあ、主に声を使って攻撃してくる鬼だよとなっておりました。で、アイゼツですね、アイゼツは主に槍を使ってね、まあ、攻撃してくる鬼となっておりました。まあ、こんな感じで4つの分類に分けられたというか、まあ、4つのね、タイプがいたということで、まあ、一応ね、それを頭に 入れといて欲しいてしんで、すけどもましょうでまず、最初の見どころシーンなんですけども、こちらということで、え、今回最初の見どころシーンはですね、まぁ、あ、玄 vs 哀絶、めちゃくちゃ強気な戦いがありますよ、ということで、こんな感じなんですけども、いや、この二人の戦闘というか、玄矢の戦闘なんですけども、非常にね、まあ、強気な戦いっていうのがありまして、まぁ、ほに見ててね、ほんと気持ちいいというか、まぁ、玄がね、どんだけ打ちのめされて、 でもそれでも負けないというかまあ、気持ちだけは絶対に負けないよっていうねまあ、そういった戦いがありましてま幻、あ、夜っていうねまあ、キャラクターとしての本当に良さっていうのがね出てくるシーンとなっておりましてね僕はこのね戦闘シーンというか幻夜の戦闘シーンめちゃくちゃ楽しみだねものがありますね本当にうんやっぱりね今までこういったキャラクターっていうのがあんまり柱ぐらいでしか登場しなかったんでまあ、同期でこういったキャラクターが登場してくれるっていうのは、ね まあ、本当に嬉しいものがねありますねうんまあ、そんな感じでゲンヤ VS 愛説強気な戦いがいいよとなっておりますで続いての見どころシーンなんですけどもこちらということでネズコ VS 辛ラクセキドということでいやこちらもですね強気な戦闘シーンなんですけどもなんといってもねこの見どころはどこなのかということなんですけども激しい戦闘シーンとなっておりましてね、まあ、漫画では分かりづらいというかあんまりやっぱり見ど ところというかまあうんって感じなんですけどまあアニメ化された時どんな感じになるのかなって考えてみた時にいやこれは結構面白いものになるんじゃないかなと思っておりますねだからまあ見どころシーンとして入れさせていただいたんですけどもいやこれかなりですねアニメーション凝った演出だったりとか凝ったねあの戦闘シーンになるんじゃないかなと僕は思っておりますということでいやこちらはかなり激しかったのですごく楽しみですねでまあちょっとグロいシーンなんかもありまし したけどどもももその辺れれぐらいいい忠実に描ててててくれるかっっうとところも含めてねね楽しみだ、ね、ポイントとなっておりますはい、こちらもね、楽しみですね。で、続いての見どころシーンなんですけども、こちらということで、えなんとですね、炭治郎っていうのが建物に戻ってですね、まあ、赤道と激しい戦闘を行いますよということなんですけども、まあ、このシーンがですね、こちらもすごくかなり激しい戦闘となっておりまして、まあ、アニメーションっていうところかな、すごく注目となっております。まあ、漫画ではやっぱりねねここねちょっと 分かりづらかったというかまあ、漫画ではそこまで見どころでもないかなと思うんですけどもまあ、アニメーションになったら相当すごくなるよということでねまあ、漫画だとやっぱりコマ数がねちょっと限られてくるというかまあ、戦闘シーンちょっと書くの難しいんでねまあ、これが一つ一つのコマになってアニメーションになると考えると相当いいものが見れるんじゃないかなと僕は思ってますまあ,あの ufo テーブルさんのねまあ、アニメーションですからかなりいいシーンになるんじゃないかなと思っておりますで、 続いての見どころシーンなんですけども、こちらということで、えなんとですね、炭治郎、禰豆子、玄野がですね、まあ戦っていたということなんですけども、反ン軍には勝てなかったというか、まあ思いっきり打ち負かされてしまうんですよね。でも逆にそれかなんかこっからの展開を意識しているというか、まあなんかこっから怒涛のね、なんか激しい戦闘がさらに繰り広げられますよって言ったね、まあそういった前触れじゃないけども、一回やっぱやられた方がね、おもろいよね、ということで、いや 相手がやっぱ強いということをねまあ証明なんでねそこはやっぱ一回やられとこうよということなんですけどもまあそんな感じですねまあ一回ここでね三人とも思いっ きりやられれてしまうんですけども逆にそれが次のの新たな展開へのねステップだよということでねいや、僕は <laughs>、それを逆手にとって、ちょっと見どころとして入れさせていただきましたけども。いやー、ちょっとね、何か大きそうな香りがプンプンしておりますよということでね。いや、ここはちょっと楽しみですね。うーん。まあ、だから逆にここが見どころとなっております。 はい、ということで、続いての見どころシーンなんですけども、こちらということで、え、玉子がですね、ついに正体を表しますよということで、え、ちゃんとした自己紹介というかね、まあ、はっきりと喋るんですけども、いや、これさ、めちゃくちゃいいね <laughs>。 玉子の初登場シーンのなんかねセリフというか <laughs> アフレコというのすごく <laughs> いいんですよね流暢にすごく喋るんですけどもいやここですねちょっと原作読んでる時に感じたのがやっぱより一層ね声優さんね中尾隆聖さんっていうの僕意識してしまいましていや中尾隆聖さんのあのアフレコあのバイキンマンみたいなフリーザみたいなあのアフレコがここでちょっと来たら本当に嬉しいなと、まあ、個人的には思ってる いますねうん。いやもう原作読んでるとねぎょっこが完全にも中尾流星さんでねもう再生されてしまうんですけどもいやここねほんとこのシーン中尾流星さんだったらマジで嬉しいなと個人的には思ったねそういったシーンだったんでねより一層声優っていうところも楽しみなんですけどもまぁぎょっこがねまああのついに正体を表しますよということでいやこっちは楽しみなねシーンとなっておりますまあ、キャラクターとして結構ねぎょっこねやっぱ面白いというか敵としてねまあいい いい感じのキャラクターなんでうんまあ、楽しみですねうんで続いてなんですけどもこちらということでえそんな玉子 vs 時と無一郎のねまあ、戦闘が始まりますよということでいやこちらもかなりアニメーションがすごくなるんじゃないかなと思ってるんですけどいや漫画でもね結構ね本当激しい戦闘だったんでねいやここはかなりアニメーションが来られるんじゃないかなと思ってるんですけど僕めちゃめちゃ楽しみですねうんいやしかも無一郎 くんの戦闘がね見れますねすごく楽しみですねうんいやマジで楽しみだわで続いての見どころシーンなんですけどもこちらということで、えー、そんなですね玉子の技、えー、血鬼術水獄鉢とですねいう技が放たれますよということでいやめちゃめちゃ無一郎くんやられてますやんって感じなんですけどもいや悔しいけどこのシーンめちゃめちゃかっこいいですよねうんめっちゃいいでこの技はですね鬼狩りの最大の切り札である呼吸っていうの ですね封じられる技でですねまあ鬼殺隊にとってかなり厄介な技となっておりますえしかもですねこの水獄鉢っていうのはねもう簡単に抜け出せないような耐久性もあるんでまあ、無一郎くんっていうのはね今かなり危ない状態に置かれてますよということなんですけどもいやこの水獄鉢ねいやかなり厄介な技ですね本当にいやどうなっちゃうんだろうねって感じなんですけどもこっからですねまあ、柱である無一郎くんなんでね やっぱり抜け出すということなんですけども、いや、どのように抜け出すのかっていうところもね、まあ、かなり見どころとなっております。まあ、今回のこのシーンでではですね、まあ、抜け出すことがまだできないよということなんですけども、まあ、おそらく次回あたり、まあ、抜け出すシーンなんかもあるんじゃないかなと思っておりまして、いやー、どうなるんだろうね。いや、かなり厄介な技が放たれましたけども、無一郎くんの立ち回りっていうところもね、すごく楽しみとなっております。いや、アニメでね、このシーンほんと見たいね。 ね、うん。で続いての見どころシーンなんですけどもこちらということでえ観路寺さんがついに参戦かということでですねまあ、張り切ってこちらに向かってますよということでいやー来ちゃいますか観路寺さんの戦闘シーンもというかまだ来てなかったんかって感じなんですけどもやっとねいや次回かな参戦してくれるよということなんですけどもいや可愛い <laughs> それ以上に可愛い <laughs> いやもうそれもそうだしね観路寺さんはねほんと独特 な戦い方をする方なんでね。いや僕は本当その戦闘シーンがどうなるのかな？ってまあ、アニメでどうなるのかな？っていうところも含めて、いや本当に楽しみなんですよね。だから、まあ次回かな。甘露寺さんのそういった戦闘シーンの見どころも見れるかな？ということなんですけども、恋の呼吸ね。めちゃくちゃ楽しみだね。うんまあ、そんな感じのね。見どころとなっております。はい、ということで今回はですね。まあ、見どころ？シーンなんか物語が動くようなね。見どころシーンっていうのはあんまりなかったんだけども。 まあでもアニメだと神回になりそうななんか戦闘シーンっていうところがね、まあ結構あったので、まあ今回は激しい戦闘シーンというのがね、まあ見どころかなとなっております。 はい、ということで、第6話最初の見どころシーンなんですけども、こちらということで、えー、なんとですね、かんろじつりさんがね、戦闘に参戦ということで、いや、前回ちょっとこちらに向かってきておりましたけども、いやー、嬉しいですね。いや、かんろじつさん、早速ね、こんな感じで参戦してるんですけども、いや、もう、早速いいっすね。<laughs> いいね <laughs>。もうなんかね、来るやいないやね、こんなセクシーな姿を見せてくれて、もうありがとうございますって感じなんですけども、いやもう原作でここまでセクシーな姿を見せてくれるってことはね、もうアニメではさらに、その上を行くんじゃないかなと思っておりましてね、いや、ここは本当にもうね、動く姿を見たいなと思ってるんですけども、えそんな感じで、か路寺光さん、ついに参戦だよということで、やっと来てくれたね、ほんと嬉しいです。はい。でね、そんなか路寺光さんなんですけども、こちらということで、 の見どころですねま甘、あ、露寺光さんがなんと技を出しますよということでえ恋の呼吸初恋の罠なきということで初技ですね甘露寺光さんアニメで見れるのは初技だよということなんですけどもいやこれちょっと とね、かっこいいね。いきなりもう、か路寺光さん最初の技からめちゃめちゃかっこいいよっていうことなんですけども、わな泣きってどういった意味があるのっていうことでね、まあ、ちょっとわからない方のために解説していこうかなと思うんですけども、初恋のわな泣きだよということで、えー、わな泣きの意味はですね、恐怖、緊張、寒さなどのために震えることだよということで、まあ、本来はそういった意味を持つんですけども、まあ、ここではですね、初恋のわな泣きだよということで、どういう意味かというとですね、まあ、初恋のドキドキという意味なんじゃないかなと思す 思っておりますなんでまあカンロジさんらしいねちょっと技名ということなんですけどもね初恋のドキドキだよということでね <laughs> なんか最初の技としては本当にいい技だなって感じなんですけどねもうなんか非常にカンロジさんらしい技がねもう最初に飛び交ってくれますよということで戦闘シーン含めてねえここは非常に楽しみなねポイントとなっておりますねはいいやマジで楽しみだわうーんで続いての見どころシーンなんですけどもこちらということでえなんとですねネズコの血により抜血刀になりますよということ いや、なんだこれはおい。<laughs> なんだこれはおいって感じなんですけども、あのアニメのね、第一期の19話のね、あの、ほんとすごいシーンあったじゃないですか。あの、ルイを倒す時に流れた、あのかまど炭治郎の歌のね、あのシーンであったと思うんですけども、まあ、あそこの伏線ですよね。あそこでちょっとちらっと出てきてたと思うんですけども、ネズコの血がですね、かまど炭治郎の、あの、刀に付着してですね、そこで、こう勢いをつけて、まあ、あの、ルイの首を切るっていうシーンがね。 あったと思うんですけども、そこの伏線回収みたいなね、えー、パートですね。いや、こちらはですね、そう、ねずこの血をね、あの刀にこう付着させて燃やすとですね、あの、バッケツ刀になりますよっていうことで、まあ、あの刀がですね、赤く、 なるんですよね。で、まぁ、あ、この刀が赤くなるっていうのはね、まぁ、あ、後々の伏線にもなるんですけども、いや、今回ですね、鬼を倒すための、さらにちょっとね、新たな発見というかね、まああの、気づきが、ここにありますよ、ということで、まあそもそもね、このシーンかっこいいんですけども、アニメーションとしてすごく映えるシーンだと思うんですけども、まあ、それ以外にもですね、あの、そういった裏の背景もありますよ、ということで、まあ一応、伏線回収伏線になってるよっていうシーンなんで、まあ皆さん、ここはね、ほんとえ えて欲しいシーンかなと思ってますいやちょっとね僕の解説伝わったかわかんないですけどもまあとにかく大事だよとまあ、そういったシーンとなっておりますんでねまあ、楽しみですねはいでまあ続いての見どころシーンなんですけどもこちらということでえなんとですねかまど炭治郎と次国より一のねまあ、姿が重なりますよということでまあ、先ほどの根津子のバッケツ島にもねちょっと秘密があるんですけどもまあそれも含めてですねあの次国より一と炭治郎が重なりますよということでねやっぱ いっす。いやもう単純にこういうなんかねあの全世代のなんかめちゃめちゃヒーローみたいな <laughs> 重なるシーンっていうのはね僕は本当に嬉しいんですけどねなんかジャンプらしいなっていうかねまあなんかそういったシーンねなんかヒロアカにもあった気がするんですけどねなんかあの先代の後継者と繋がるじゃないけど重なるみたいなねまあその話は置いといてまあそんな感じですね鎌田炭治郎と杉国織一まあ前世代のねもう最強の剣士と重なるねそういったシーンがありますよということでまあこちらですねエモいシーンとなってるんでねまあ僕は楽しみ しておりますよということでまあもうこれ見どころというかねもう見た感じもこれ見どころじゃんってわかると思うんですけどまあアニメでこのシーン来るの楽しみだよねということでまあそんな感じで次の見どころシーン見ていきましょうで続いての見どころシーンなんですけどもこちらということでえ日の神神楽日運の龍かぶり舞ということでねなんとですね炭治郎こちらもですね初技となっておりますよということでいやこちらの技はですねアニメ初解禁となっておりますということで第6話でやっとね 出てくるよということなんですけどもいやーちょっとかっこよくね <laughs> めちゃめちゃかっこいいねでこれあのハンティングの3体のね鬼を確かこう切っていくんですけどもいやめちゃめちゃかっこいいんですよ うん。原作でね、このかっこよさってことはね、まあ、おそらくアニメでも結構かっこいいシーンになるんじゃないかなと思ってます。もう原作でかっこいいシーンは、もうアニメはね、ほんとさらにかっこいいシーンになるんで、もうほんとね、そういうところ含めて、もう u o テーブルさんの期待というか、もう楽しみですね。ほんと楽しみ。うん。まあ、だから第6話ね、見どころがね、すごくね、ほんと映えるシーン多いんですよね。いや、マジでいいね。うん。 ま、そんな感じで初技だよということでね。や、こちらのシーン楽しみとなっております。で、続いての見どころシーンなんですけども、こちらということで、なんかね、品津川玄也の様子がおかしいよということで、いや、こちらですね。まあ、まだね、アニメではね、ちょっと明かされないかなと思うんですけども、第6話でね、明かされないかなと思うんですけども、まあ、後々にちょっと明かされてくるシーンだよということで、まあ、この様子がおかしいっていうことにね、まあ、しっかり着目してほしいんですよね。まあ、あの、特にアニメ勢の方はで ですね、ま、あなず川玄也のなんか様子がおかしいよって思うんだけども、まあ、なんかスルーしちゃいがちだと思うんですよ。ただですね、まあ、こちらの様子がおかしいっていうことはね、なんかしらのやっぱ意味がありますよということで、まあ、しっかりそこに着目していただいて、まあ、その考察してほしいかなと思っております。おのおのね、え、なんでこんな様子がおかしいんだろうっていうね、考察をちょっとしてほしいかなと思います。まあ、それにはですね、ちょっと玄也の特殊なね、能力が含まれてますよということで、まあ、その辺ね、ちょっとおのおの考察してみてね、欲ほしいかなと思ってる、そういったシーンとなって おりますまあ、原作勢の方はね分かってると思うんですけどもまあ、アニメ勢は特にね、まあ、このシーン注目して見ていただきたいなと思っておりますで続いての見どころシーンなんですけどもこちらということでえなんとですね上弦の4反転具の、まあ、本体っていうのね、まあ、見つけるんですけどもなんだこらおいということでねいや小さすぎるよと <laughs> 小さ<っ笑>えこれ本体って感じなんですけどもそうなんですよねま反転具にはねまぁ、あ、一応多分本体かなまあその炭治郎が言うにはね、まあ、本体 がいるよっていうことなんですけどもまあ5体目の鬼ですよねうんハンテングの5体目ということでまぁ、あ、こちらが本体じゃないのかっていうことなんですけどもねいやちっせえなもう絶対これ本体じゃ <laughs> 絶対これ本体。もう明らかに見た目からね、見つけないでくださいって言ってますよね。う、え、ん、ー、もうほんと隠れてるよって感じなんですけどね。まあ、そんな感じで、ハンテングの本体ね、ちょっと可愛いんですけども。<laughs> まあ出てきますよということでね。はい、この辺のシーンはほんと楽しみですね。普通におもろいんでね。うん。で、まあ今回最後の見どころシーンかな最後の見どころシーンなんですけども、こちらということで、え、ハンテングのですね、まあ、本体を切ろうとするんですけども、こちらね、硬すぎるよということで、いや、おもろくなってきましたね。 うーんそうなんですよ。ハンテングの本体のこの辺のシーンは本当に面白くてうん、ハンテング意外に倒せそうで倒せないっていうね、やっぱり上限の4だけあるよね。うんそれなりのやっぱり理由があるんですよ。ということでね。まあ、この他にも確かね色々ね、あのトラップっていうかギミックがあると思うんですけど、そういうとこ含めて、ほんとハンテングの戦い、ちょっと見どころがあるかなと思ってるんでね。まあ、皆さんね、ちょっとこの辺の本当ハンテングの本体あたりのシーンはね、めちゃめちゃ注目してみていただきたいなと思ってます。いやー これはねこの原作で読んでてねほんといろいろねおーっつって <laughs> ギミックあるなって感じでねちょっと一段階一段階面白いねえシーンっていうのがあったんでほんと注目して見ていただきたいなと思っておりますまぁ、あ、そんな感じでまあこの辺は本当アニメ化ねして楽しみなシーンとなってますねはいはいということで刀鍛冶の里編第6話の見どころシーンはねまぁ、あ、一通りこんな感じとなりましたでまあ今回一番の見どころはですねやっぱり観路寺光さんのねまぁ、あ、戦闘シーンっていうのが初解禁という ということで、まあ、その辺、死なる刀とかね、え、マジで楽しみだなぁとなってますね。本当に楽しみです。はい、ということで、今回の見どころを踏まえた上で、ちょっと原作読んでみてください。はい、ということで,ですね、まあ、次回第7話なんですけども、次回第7話ですね、ま、玄夜の過去回想シーンがありますよということで、まあ、その辺の見どころがあるかなと、ちらほらあるかなと思ってますね。ま、玄夜の過去回想シーンはね、品津川さねみのね、え、回想シーンにも繋がってくるパートなんでね、え、すごく重要な回答 となってますねいやーちょっと楽しみですねはいということで皆さん今回こんな感じでしたチャンネル登録高評価コメントぜひぜひよろしくお願いしますでは皆さんまた次回の動画でお会いしましょう,う <laughs>